千林は、中華人民共和国の学者、翻訳家、文学者、教育者。言語学、文化学、歴史学、仏教学、インド学、比較文学など多くの分野で博学。中国トンコートルファン学会会長。字は、マレホ、または、最上。1934年、聖火大学を卒業。1935年に、ドイツに留学し、 1936年から1945年まで、月天元大学で、インド古代言語、トカラ語を学ぶ。1941年、同大学で、哲学博士学位を取得。1946年に、中国に帰国し、北京大学東方言語文学部教授、学部長。北京大学副学長、中国科学院哲学社会科学学部委員。 中国人民政治協商会議全国委員会委員、全国人民代表大会常務委員会委員、中国言語学会会長、中国比較文学学会会長などを歴任。中国公私学院の設立にあたっては顧問に迎えられた。文化大革命では激しい迫害を受けた。その様子は牛田の雑億に詳しい。2006年、中国翻訳協会は紀船早に、 翻訳文化障害貢献対象を授与した。恩加法総理、紀仙林先生ら著名科学者を見舞う。チャイナネット、中国孔子大学の設立準備がスタート。ありがとうございます。